はい、皆さんこんにちは、ドクター G です。1ヶ月ぶりですかね、お久しぶりですが、サボってたわけじゃないんですよね。ちょっとね、今進行中の、大きなプロジェクトがありまして、これの目処が立ちましたので、皆さんにもちょっとね、落ち着いたらちゃんと報告しますんで、もう少し待っていただければと思いますけど、やっていきましょうか。今日は、東京大学行ってみましょうか。東京大学の入試問題を解いてみましょう。2019年度かな、2か年前の入試問題で、昆虫の問題がありましたので解いてみましょう。行ってみます。行きましょう。大問3の後半にありました。大問3から東大の問題は大問1、大問2、大問3って3つからなってますけど、この最後の問題の2番のところに、昆虫問題がありました。これ症状外ですかね。ちょっと見てみましょうか。症状外と、あとタバコ、スズメガの仲間ですね。ちょっと面白そうですね。見てみましょう。さあ、ちょっと読んでみましょうか。20世紀の中頃に活躍した発生学者のコンラート・ H ・ウォディントン。コンラート・ローレンツじゃないよね。発生学者のコンラート・ウォディントン博士が、環境刺激によって引き起こされる形質変化について選択実験を行ったと。環境の要因によって、形質って見た目の変化ですね、選択実験を行った。症状灰の卵を物質 X にさらして発生させると、公共が中共に変化することにより、中共が倍化することにより羽が4枚ある表現型、過去バイソラックス突然変異型に似る図の3の3がある程度生じる。これちょっと見てみると、正常型はこうですね。昆虫って羽が4枚が基本ですよね。蝶々の羽とか考えてみると。でも症状灰の場合、ハエなんかは、ハエや蚊の仲間ね、は羽がこう2枚ですよね。1枚退化しちゃってるんですよ。退化消失しちゃってる。こっちに本当は1枚生えるはずだったのが退化してしまって2枚になってる。すごい飛ぶの上手ですよね。でもね、これハエもかもね。でそれに対してバイソラックス変異体っていうのは、これはだから4枚持っちゃってるってことですね。後ろ羽を持ってる。で今回ここで前胸中胸と言ってるのはこれですかね。頭胸腹に昆虫は分かれてますけど、胸が3つにこう分ける考え方でね、昆虫って不死構造になってるんで、不死構造のうち胸は実は1つじゃなくて3つにこう分かれると、前中後と、前胸中後後胸と、そういう捉え方なんでしょうね。でこれ見ると、中胸っていうのがダブっちゃって羽が2枚出てきてると、そういうことのようですね。はい、次行ってみましょう。物質 X っていうのは、物質 X ってさっきやったやつだね。さらすと、公共が中共に変化するってことね。倍化しちゃう物質ってことですね。原因物質。で、常物質を改変することなく発生過程に影響を与える物質であると言ってますね。遺伝情報を改変しなくても、発生過程に影響を与える。つまり、なんだこれ、羽が倍になるっていうことを示すっていうことですよね。ウォディントンは、症状灰の発生中の卵を毎世代物質 X にさらして発育させ、生育させ、中胸が倍化した肺を交配、産卵させ、再び卵を物質 X にさらすことを繰り返したと。物質 X で何回も発生過程でさらすことで、倍化した肺が出てくると、死なずに出てくるんですね。でこれを30世代繰り返した後では、物質 X にさらした場合の中胸が倍化した肺の出現率が上がり、卵を物質 X にさらさずとも中胸が倍化した肺が羽化することもあったと。まあ、もう相当世代、30世代繰り返したら
X にさらさなくてもこの4枚バネのやつが出てきたと、いうことですね。すげえな。あの症状映えってめっちゃ時間が1サイクルね、1世代の期間が短いですよね。もう数日ですよね。1週間とかそこらで、あの1サイクル回りますよね。もっと短いかな。非常に短いですよね。なので30世代って簡単だよね。だから、うん、あの数ヶ月で済むよね。もし1週間だとしたら30週なので、1ヶ月4だから、7ヶ月とか8ヶ月ぐらい、8ヶ月弱、うん、でもうこういうのがこういうのが作れちゃうっていう、品種改良の技ですよね。すごい、うん、ちょっとやってみたいですね、これね。まずこいつが出てこなきゃいけないね。こいつが出てきた後、こいつをね、あの、あ、まああれか、セレクションしてるわけじゃないか。物質 X を晒し続けるっていうので、これが出てくるんだったら物質 X が欲しいね。むしろね、バイスラックスっていうのは基本的に突然変異だから、普通はあれだよね、突然変異っていうのは、あの今回のこの物質 X にさらしたやつというよりは、表現、あの形質は似てるんだよ、4枚なので似てるんだけど、バイソラックスっていうのはこの遺伝子の変化が生じて4枚の羽ができてる個体、症状倍の個体を言うわけですね。で今回はそういう遺伝子の変化じゃない物質 X にさらすことによる変化っていうところの違いがありそうですよね。これね、遺伝子情報を改変することなくって言ってる、そこかな多分ね。うん、はい、まあまあまあ、はい、行きましょうか。